はい皆さん、こんにちは、えー。ミニッツ開発リーダーの岩崎です。えー、今日は、えー、MA030EVO と,、えー、と ICS ソフトですね、ICS のソフトウェアの、えー、組み合わせて書き込むときにちょっと注意事項がありますので、えー、そちらをお知らせします。はいでは、ちょっとよっていただけますか。えー、このようにですね、 まず MA030 ですね、えー、MR03 の場合は、えー、と気にしなくていいんですけれども、MA030 の、えー、書き換えのときは、ちょっと注意事,が事項がです、ね、あります、えー。このようにあの通常通り、えー、共通ソフトの、えー、ICS マネージャーを立ち上げていただいて、まず一番最初にです、ねまあ、スイッチ入れます。 で通常だとここからいろいろ皆さん変更などをして、まあ、書き込みってやると思うんですけどこのソフトウェア自体がもともと03をベースに作っている関係で、えー、と03の初期値を書く仕様になってるんですねその関係でまず一番最初にこの4区を変更する場合はこの 読み出しボタンをですね、一番最初に、こういうふうに読み込んで、こちらですね、読み込んでいただくことがちょっと第一前提になります。この時点で、えー、とこれから書き込むシャーシが MA030 というのを認識します。この上で、いろいろ設定を変更して、まあ、書き込みとやると書き込みができます。 これは、えー、MR03 と同等です。で仮にです、ね、この読み出しをせずに、えー、書き込んでしまった場合はです、ね、おそらくですけども、その時点で、えーとまあ、次に動かすときに送信機スイッチを入れて動かそうとすると、ステアリングの打角がちょっと最大打角まで切れないっていう現象が発生するかと思われます。 えとこの物理限界の,この当たるところまでちょっと切れない感じですね少し足りないぐらいのところで送信機をこういくらえとエンドポイントを100%にして全開切っても全開にまで切れないっていう事態が発生することがありますその場合はですね、えー、とこちらを使って直すことができます、はい、でその場合はこちらのこの表示初期化というところですね こちらを押していただくと、この写シを選ぶようになってるんですね。はい。この時に、まあ今さっき読み出しをやったんで、えっ、ー、と030になってますけど、通常デフォルトだとこれが 03MA、MA の MR の方ですね。こっちの方についてます。なので、これを MA030 にしていただいて、まあ OK をします。 でそうすると、この初期値のデータになります。で、まあ、一旦ここで書き込んでもいいんですけれども、すでにあのご自分のセッティングなどがある人は、これで、えー、と書き込んでいただいて、えー、と変更ですね、変更していただいて、えー、と通常通りですね、書き込みとやっていただくと、えー、とステアリングの打角も含めて、えー、設定した MA030 の値で書き込まれます。 なので、えー、ICS で書き込んだ後にですに、ね、この四駆のシャーシーをお使いで、なんか赤くが減ったぞという感じがある人はです、ね、この表示初期化というところで、先ほどの MA030 ですね、もう一度出しますね、はい、この画面です。この画面で、えー、ご自分のシャーシーを選択していただいて、書き込みをしていただければ、えー、とステアリングの打角は戻ります。 まあ逆に今ちょっと裏技っていうわけじゃないんですけれども、MR、MR03、肉の基板ですね。肉の基板にこの MA030 のデータを書き込むと、と030の打角になります。まあ通常、MA、MA、MR ですね。肉の方のと基板に4区のデータを書き込むと、 よりいっぱい切れるようになっちゃうので、本来あの、切らなくていいとこまで押し切って切っちゃうので、サーボをちょっと壊しちゃう心配があるので、えー、と通常は使わないんですけれども、まあ、どうしても、えー、030に、えー、と基板をコンバートしたいとか、理由があってですね、例えば030両方持ってて、スペアの基板が売り切れてて手に入らないとか、そうやって、まあ、肉の方の基板をもうどうしても03の方に移植したいという場合には、まあ、そういった。 裏技を使うことでデータを書き換えることはできます、えー、まあそんな関係でですね、えー、とこの4区 MA030 ですね m a 0 3 0エボの ICS のセッティングの時における注意点をまあ今日はご紹介いたしました必ずですね一番最初にこの読み出しっていうところを、えー、もう一回やりますねこの読み出しですね ご自分のシャーシをつないで電源を入れたときに、えー、読み出しを一回押してから、えー、セッティングの変更を行って、えー、書き込みをしていただくようにお願いいたしますはい、はい、今日はですね、えー、MA030EVO4 句、えー、の方ですね4句の方と,、えー、と今配信している、えー、バージョンの一番新しいやつですね えー、ICA ソフトマネージャーの一番新しいやつとの組み合わせで、えー、セッティング変更する際の注意点をご紹介いたしました。